皆さん、こんにちは。希望の日本。再生チャンネル。はい、ということで今、ぴったり声、息が合いましたけれども、実は、ゆいとらこ先生とおっしゃいます。ゆい先生ともう12年以上、だから一回り以上のお付き合いになります。で、今日はいつものスタジオではなくて、このゆい先生がやってらっしゃる豊岡自然ののスタジオで、スタジオで収録をさせていただいております。先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。いやいや、もうなんだか今日は黄色い、えらい気合が入ってます。もうね、私もうね、はい、日本の米、大変なことになるなと思って、米をですね、はい、なんとか守りたくて、はい、米、危険ですよっていうので、真っ黄色で来ました。なるほど。今日はですね、そのお話をたっぷりと先生から伺っていこうと思います。で、実はですね、トラコ先生は、いわゆるホメオパシー。これ日本で言うと昔で言う漢方。で、イギリスの場合だとホメオパシーというふうな形で、もともと EU の中心にあったもの、を日本で、広められた第一人者の先生でもあります。で、すごいのは、実はお注射。例の迷惑注射ね。迷惑注射で、うちのですね、神さんの、いとこが、その迷惑注射5回もやっちまったんですよ。迷惑注射やって別に警察先生とかやったわけではなくて、別な方の迷惑注射ね。で、そうしましたところ、もうその後遺症が出ちゃって、で、布団から起き上がることもできない。もう体がだるくて食事もね、食事も喉を通らないという大変な状態になりまして。で、もう、まあお医者さんに行っても、まあちょっとこれ無理でしょうなと。要するにあと、まあ余命何日というぐらいまで、重篤患者ということで追い詰められてしまったんです。で、で、その話を聞いたときに、先生、何とかしてお願いって言ったら、じゃあこれどうぞって言われて、これちっこい瓶のね。ちっこい瓶の。で、これをその 500ml のペットボトルに。全長10滴ぐらい飲んでってね。そうなんですよ。毎日ちびちび飲んでってね。はい。で、飯食えないもんだから、水だけは飲むわけです。ああ、飲めたんですね。はい、よかった。で、それを、まあ、ペットボトルで飲むということで、で、やっていたら、なんとですよ。なんとなんと。一週間ですよ。一週間で、布団から起き上がったと思ったら、もう普通に仕事してる。今、走れるんです。いや、あれびっくりしました。あれね、はい、私たちがね、あれを作った、まあね、はい、皆さんがね、迷惑注射で、大変なことになってますよ。はいはいはい、はい。剣を切られてるわけじゃなくて、はい、なんか身を切られてるっていうかね、病気になってね、はい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 、大変なことになってますんでね、はい、そこで考えたのがね、はい、植物に頼る。そこに入ってるのがね、タデでしょ、タデ。タデってほら、はい、そうね、私たちは夏になると、はい、タデ酢でね、うん、鮎を食べるじゃないですか。うんうん、だから、はい、タデ酢ってのは抗菌作用がいっぱいあるですわ。タデでしょ、はい、紅花でしょ、はい、そして、カラマツでしょ、はい、そして、ね、その、浜ナスって何でしょう、私の北海道の東野に、はいはい。で、これらが中心に、まあ、ハーブ、日本のハーブ、中心にしてね、作って、そこにね、リメディというのが入ってるんですよ。ホメオパシーのリメディ。まあね、その症状を起こすものは、その症状を取っていくって言いますから。リメディっていうのは、日本語に訳したらどういう意味になるんですか？これは、まあ、ある意味、薬効みたいなものなんですけどね。そうです。薬効成分がそれに加えられて。でも、それやっても、はい、ホメオパシーはね、希釈浸透してるわけですね。はい、もうね、30C って言ったら10の60乗の薄さですから、銀河系涙の一滴ですから、何にもないのよ。銀河系涙一滴。キーだけ。だけど、手を当てたら治った人だっているでしょ、はい、はいはいはい。音楽系で治った人もいるでしょ、だから、気候っていうのもそうですよね。だからこう、物質がなくても、はい、そのもののパターン、情報だけが入ることによって、それで自分の自己治療が動いてね、このビルスっぽいの来たかと思って、よーし、追い出そうと自己治療動くんですよ。ホメオパシーは自己治療を触発して自ら健康になる。もうこれしかないんですよ。はだから、その方の免疫をフル回転させる。そのために、そのパターンの刺激を入れるだけなんですよ。なるほど、ね。で、あとは、こういうハーブたちに、頑張ってもらって、臓器をしっかりさせる。肝臓、腎臓、脾臓、心臓、そういうとこをしっかりさせる。ね、血栓もできるから、血栓も綺麗にする、はい。そういうものが、このハーブの中に入っていて、で、リメディの刺激物も一緒に入っていた、ちっちゃな瓶なんですよ。
これがホメオパシーのいわゆる迷惑注射による大変な思いした人たちが一気にねリカバーできるものがあるんです。冗談だけど本当に今走る死にかけてたんです。それが本来の姿ですから、この方の。だから本来の姿に戻してくれますから。まあ、それにはね、やっぱり植物の力いりますよね。その植物の力を今我々人類が壊す。それどころか、お米の持ってる力を壊そうとしてる。で、それを無理やり政治の力で推進しようとしてるっていう。とんでもないことが今実は起こってるというお話を今日は。ああ、していただくのに、今、この黄色い服を着てきました。着ていただいたっていうこと。じゃあ、まずね、はい、DVD ごめんなさい、見てください。はい。昨日ね、本当は国会に行って、委員会、国会委員会に行って、私は話したかったんだけど、ちょっといろんな事情がありまして、あんまり喋れなかったんですよ。なんで、もしかして喋れなきゃいけないと思って、その、国会の、その参議院の前のところで撮った DVD なんですよ。はい、ちょっと見ましょう。はい、どうぞ。はい、ここは参議院議員会館です。今日はですね、秋田小町 R の放射線生島について話し合いが行われます。医薬草も来てます。ゆうとらこも行きます。では行ってみたいと思いますけども、私自分のですね、質問がありました。でもその質問ができないか落ちませんので、ここで言いたいと思います。私は農家でありますが、ホメオパスという自家採取で、育てた自然農をやっておるんですけど、種からこだわっております。皆さんを通して私は分かったこととして、ホメオパスですから患者さんを通してですね、食が人の病気を作っているっていうことを、これはもう本当だと思うんですね。無農薬というだけでなくて、やっぱり自然な種というのはとても大事です。あまりにも人工的に種をいじくり回してしまうと、作物が本来持っている人間を良くしたいという意思がくじかれてしまうと思うんですね。ですから秋田県で秋田小町を全量14ビーム、その行くしまいにしてしまうという話を聞いてですね、とても悲しくなったんですね。それを食べる人間もかわいそうだし、家もご封印されてかわいそうです。日本豊漁自然農としてね、まあ農家としてですね、日本のソウルフードである米が自然な育種、自然な品種でないということが本当に残念でなりません。日本のお米が日本人の精神を支えてきたと言っても、これは過言ではないと思います。すでに流通している多くの米の品種で放射線育種米となっているようですけども、それでも作付け上位5位までは、60% のお米は自然な品種となっております。これを守ってもらいたいと切にお願いしたいと思います。さて質問に入ります。14ビームで米の一部の遺伝子を損傷させたコシヒカリ缶1号よりそれと交配した低カドミウム米の育成者権や特許は農研機構や各都道府県が持っていると思いますけども、その米と私たちの米、豊受け米が蜂などの働きによって交雑してしまった場合、改正種苗法、これによって自家採取禁止の法律違反の対象となるのでしょうか。また特許侵害の対象となるでしょうか。教えてください。もう一つ、日本中の米がコシヒカリ缶1号と交配種となりそうな勢いでありますが、そうなってからでは育成者権や特許権が公共でない民間企業や海外の企業などの手に渡ってしまったら、食料安全保障の大問題となります。国民の税金で開発された日本の主食である米、この種は公共の財産であると思います。民間や外資には売り渡さないように今のうちに法律で規制する必要があると思いますが、どう考えでしょうか。お答えください。このようなことを質問したいんですけども、時間がなくてできないかもしれませんから、ここで言っておきます。私が一番今回ね気になっていることが、はい、秋田小町 R なんですよ。秋田県が秋田小町を植えているんだけども、はい、
放射線行く姉妹で交配されたものに変わっていく、うん、それも全量、うんうん、全量変わっていくこと、カドミウムが吸収しない秋田小町 R というものを、はい、まあね、14ビームをかけて日本船の、うん、そのカドミウムの吸収に関わる遺伝子を損傷させた、それが秋田小町 R ですから、うん、まあそれ聞こえはいいんですよ。で、農林水産省も皆さんの健康のことを考えて、私たちは、カドミウムが吸収しないもの米を推進しますっていう形だったんですよ、うん、でもそれ秋田県自身にね、カドミウムがすごくこう汚染されてる箇所ってあんまりないんですよ、うんうんうん、ものすごい低い、もう 1.5% ぐらいしかないのにかかわらず、うん、それを全量変えるってことはどういうことなんですかっていうことなんですよ。だからそれはそこが欠落してるわけですから、ある意味危険の米になりますよね、秋田小町 R っていうのは。で、今までこうね、もう秋田小町って素晴らしい銘柄であったものを、うんうん、ブランドですよね、そのブランドをですよ、はい、14ビームと大砲みたいなものでぶち込んでね、はい、それでこうこれ放射線ぶち込んでですよ、それでこう日本差を切って、ね、OS ランプ5ってパートを切って、でね、ここのいや切ったら、カドミウム入んないじゃん、だからカドミウムの痛い痛みはならないじゃない、いいじゃんって。でもそうやるとそこのパートはマンガンの吸収に関わるところでもあるわけです。うーん、マンガン吸収できなかったらどうしてもこうね、やっぱりで子供できなくなりますわね。うーん、なぜかっていうとマンガンっていうのは生殖器にすごく作用し、うん、またマンガンないと骨格異常、例えばこうくる病とか、まあ、O 脚とか X 脚とかこう、はい、背骨が曲がるとかそういうこともマンガンに関係するわけですよ。で、米はですねマンガンの含有率すごい高いんですよ。ですからそこを切っちゃったらマンガンが吸収できない、そうするとこう精子とか卵子が育たない、でこれ自分手の人口削減じゃんって私は思っちゃったわけですよ。 なるほどですね。でもあの秋田県のホームページですとか、あるいはあの国のねホームページ見ると、その秋田小町 R って極めて安全なものですよというふうに書いてあるじゃないですか。で、昨日あの私、はい、国会に行って聞きまして、やっぱそれ聞きたいから、彼らがね農林水産省の方がどういうのをそれを思うのかと、はい、それであの、まあ、オーディエンスの方が、まあ、手を挙げて、それ安全なんでしょうかとも聞きました。うん、聞いたのにそこは返事しませんでしたよね。はい、返事しないってことは安全じゃないってことじゃんってなりますよね。うん、で、安全というものを保証できないものを全量を転換するっていうのはおかしくないですか？おかしいですね。だからそれを言ってんですよ。安全性が確認されていない。で、それについて質問しても答えることができない。できない。にもかかわらず、秋田県で作るお米を全部秋田小町から秋田小町 R に変えて、で、出荷するときには同じ秋田小町の名前で出荷しましょうと。そうなんです。そうすると、秋田小町従来型のものを植えてる人も、うん、もう秋田小町 R になった人も、同じ秋田小町という銘柄で売られるから、消費者は選ぶことができない。選ぶことができない。どれがどれかわかんない、うん。やっぱりそこを欠落させたんですから、人工的に。それは危機としか言いようがないじゃないですか。うん、で、そういう大事なマンガンが吸収できないような、そういうマンガン不足のね、うん、そういう米が食べていればいずれ病気になりますよっていうのは私の懸念してるところで、確かにね、でこれは秋田県の方々にしっかり分かっていただき、はい、それで止めていただきたいと思っているんですよ。秋田小町ってすごく美味しいお米じゃないですか。ですごいいい銘柄じゃないですか。これを何もいじる必要は何もないと思うんですよね。うん、そもそもその遺伝子組み換えとかっていう言葉ありますけど、遺伝子破壊したお米を、それを食べる。で、それが安全かどうかって、じゃあ何世代にわたって、そのお米を食べることでの安全性というものが確認されたんですかっていう話ですよね。秋田の気候っていうのは、決して温暖ではないです。そういう冬はめちゃめちゃ寒くなる。そうです。はい、そういうところでも、そういうところでしっかりと根を張って、生き延びてきた。だから美味しい。じゃないかと思うんですよね。そうですね。
それを壊すことが、はい、そんな簡単にはできないし、そんなに簡単にやっちゃいけないし、農家の方々は、やっぱりそこは頑張らなきゃいけないってことだと私は思ってるんですよ。特に秋田県の方は頑張らなきゃいけません。これ自分たちのね、やっぱりこう、身の安全にも関係すると思うんですよ。そうですよね。それと、それやって、秋田区町あるっていうなると、これ結局、まあ、農研機構さんとか秋田県側が、まあ、この種苗の、まあ、自分たちの育成者権を持ってるわけでしょう。それで、特許は多分農研機構さん持ってるんでしょうけどね。放射線 B4B もかけたやつはね。だそれを持ってると、結局自分で自家採取、もみ米を作れないってことなんですよ。もみ米置いといて自分で苗を作ってやれない。そうしたらずっと買い続けなきゃいけないわけですよ、それを。これって農家としては非常に負担じゃないでしょうかね。第一カドミウムが田んぼに流れたのは、これね、田んぼの農家のせいじゃなくて、本当に昔からその、鉄砲の弾作らなきゃいけないって言って、それでこう、鉱山をいっぱい開けてね、鉄砲の弾の薬莢となるものを、こう、その危険なものをね、いっぱいこう、取ってきて、取って、それでその中からこう、危険、薬物、劇物みたいなものも、危険な鉱物も出てできちゃったわけでしょ。で、それが川に流れて、田んぼに入ってきたから、これ農家のせいじゃないじゃないですか。それを農家のせいにしてね、それで変えましょうっていうのは、あまりにもかわいそうだと思います。やっぱりこれ国が責任取る、または鉱山を作った人が責任取るのが大事じゃないかと思いますよね。だから、秋田県がそんなカドミウムの汚染されたとないところまで、ね、このカドミウムを吸収しない、マンガンも吸収しない、秋田小町 R に変える必要はないと思うんですよ。どうでしょうか。そうですね。いや、僕もそう思います。それどころか、お隣の田んぼで、秋田小町 R を栽培してる。うちは、まあ、なんとか昔ながらのものを作ってるんだけどってやっていたら、蜂がブーンと飛んできて、荒廃しちゃいました。で、賠償金3億円起こせなんてやったら、もう冗談じゃないですよ。だから、そういうこと、もうそういう想定できるいろんな可能性をちゃんと潰した上で、じゃあやっていきましょうって言うんだったら、まだわかるけど、全然それを潰してもいない。で、危険性がどうなるかっていうこともはっきりとわからない。安全かどうかもわからない。わからないのに政治的に、もう、秋田県では、秋田県全域で、秋田小町 R を作りましょう。R だったら R っていう名前の変身すらいいもの、秋田小町 R と秋田小町とは、普通の人が見たらわかんないですよ、それ。表示の義務というのも徹底してもらわなきゃいけないし、ですね、で消費者が選べないからですね。うん、そこは大きな問題ですよね。大きな問題です。で、この名前というのはすごい大事なわけですよ。私らもこれ銘柄っていうのは500何本あるわけですよ。はい、で、銘柄があるって、その中で、あ、この銘柄なら買おうってあるじゃないですか。だからそれはその銘柄の特徴を分かってるからね。で、それでこう買ってるわけだし。例えば、秋田小町っていう銘柄があって、その隣に秋田県産カドミウム対抗米。という、お米が売ってましたと。ええ、それどっちを買うかお客さんに分かってたよ。選択のね、自由がありますから。はいはい、それ一律にね、はい、なんかこう、何でもやそうと思ったらね、ね。そんなものは、まあ、ある意味もう、国を挙げた詐欺みたいなもんですよね。だからこうね、民主主義じゃないですよね。民主主義じゃないですよね。だからそこら辺もやらなきゃいけないし、うん、でもこれはね、別に米だけのことには恥かったことじゃなくて、うん、まあ今もう500銘柄のうち、もう分かってるだけでも202品はもう14ビームで、ね、その遺伝子破壊したところ、そういうのと掛け合わせたものがもうできてるわけですよ。昨日なんかもう本当言うと、民間の方に情報を開示して、みんなにこう、ズームで入ってきてもらい、はい、民間の方も全部見てもらい、じゃあ、農林水産省の方、国側はどう言ってるんでしょうか。はい、じゃあ、こっち反対側の人はどう言ってるでしょうかって、みんなで見るべきなのに、アーカイブもやっちゃダメだっていうわけですよ。もう一回見ることもできないし。それもまたひどいよね。こういうのはね、やっぱりこう民主主義じゃないなと思うので、みんなに知らせるってことに対して、ものすごくこう足踏みしてるのかな、なぜとこう思うんですよ。なぜって思いますよね。なぜ足踏みするの、放射線育種米というものに対して、なぜみんなに知らせちゃいけないのっていうことですよ。そうですね。みんな知っていく。これは米から始まって、多分時期に大豆、まあね、他の国もやってるとかありますからね。でもなんかいろいろやりますよ。野菜もやりますよ、多分。いかがしさが、今はもうほとんどの人は分かってると思うんですけど、初期の頃分からなくて、なんだか分かんないけど、コロコロっとこう、ちょこちょこちょこっとやられて、いつの間にかもう大変だっていうムード一色になったじゃないですか。なんかその時の流れによく似てるような気がします、ね。今度は食でね、人口削減なんでしょうかね。ね、
前までは、はい、人口削減がありましたけども。ということだからこうなると、はい、本当に日本の人口は目減りしますし、うん、私はね、まあ、電波とも含めて、川も河川敷ももう海もや、空もそうやけど、私らはもうね、まあ、70だからこれが死んでいくからね、あれだけども、わ、私子供いますからね、子供たちがこの土地で、ここで住んで、育って、幸せだなって思えるようにね、してあげなきゃいけない。これが私たち死にゆく者たちが最後の頑張りでやんなきゃいけない。そうだよね。で、体にいいものを食べてもらいたいし、体にいい考えをしてもらいたいし、で、それはね、天が提供してくれてるわけじゃない、こうやって。種というね、素晴らしいものをね。で、これを人間ごときがね、命の尊厳もなく、いじめ抜くっていうこと。これは遺伝子組み換えにしろ、ゲノム編集にしろ、獣医4病にしろ、ガンマ線にしろ。これはね、命の冒涜ですよ。これやっちゃいけないことだと思います。そうですね。うん。はい、わかりました。本当にこう、植物をいじめて、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 いじめ抜いて、で、もう植物がもう冗談じゃねえよって、だって、でもしかしたら植物もにも位置があってだったら復讐してやるとかこの恨み腹さで置くべきかみたいな状態になってしまうそういう風なものしか食べれないような世の中を我々は子供たちや孫たちのために残すんでしょうかというとても重要な問いかけだったように思います。とにかくこう効率よりも感謝何でもかんでも効率が良ければいいというもんじゃない。人間育てるのも植物育てるのも先生同じですよね。その通りです。その心をね、忘れて、ひたすら効率ばかりを言っていくことによって、結果、どうなるか。感謝を忘れて育てたならば、育てられた人たちは復讐する。それは米も同じです。同じですよね。で、人間の体って、食べたものと空気からしかできてないわけだから。その食べたものが、みんなこいつ、この野郎っていう、そんなものをいただいていたらどうなっちゃうかっていうことじゃないかと思います。で、実は、今申し上げたよりも、もっと深くて、もっと大変な問題が隠れているので、この話を続けてですね、先生から伺ってみたい、いきたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に、これやりますんで。やりましょう。はい。はい、希望の日本、再生チャンネル。チャンネル。まだまだこれから。あ、それも言わなきゃいけなかった。いやいやいや。いいのそこは僕いいから大丈夫です。いやいやいや。はい